皆さんこんにちは、エルバ代表のキセです。この度ですね、皆さんにお知らせがあって、この動画を撮っています。実はですね、私とあの愛犬、実は2人でですね、バンライフをしておりまして、家がなくて、家が今キャンピングカーになっております。そこでね、愛犬と2人でこう旅を続けてて、今なんと北海道にいます。もうずっと来たかったのでね、北海道嬉しいです。で、今回ですね、インスタライブもしかしたら見てくれてる方も、そうでない方もいらっしゃると思いますので、ご説明しますが、実はそういったバンライフについて、最近ですね、エルバのインスタグラムアカウントで、更新しておりまして、毎朝ですね、私がライブで、ちょっとできない時もあるんですけれども、ライブでいろんな旅で出会った素敵な人の話だとか、じゃあそもそもワンちゃんとうちの愛犬とどんな生活をしてるのか、愛犬のトイレどうしてるのかとか、私のご飯とかお風呂どうしてるのかとか、郵便物どうしてるんですかとか、住所どうしてるんですかとか、いろいろあると思うんですけれども、そちらをですね、ライブにて毎朝配信中ですので、ぜひお時間ある方はご覧くださいね。で、今回皆さんにお伝えしたかったのが、なんと初めてのイベントをします。私が、エルバの代表キセが主催するわけなんですけれども、北海道は札幌市です。札幌市でから30分、車で30分のところに、本当にこういう自然の素敵な空間がありまして、そこでですね、10名限定には、片手で持ってるから5名に見えると思うんですけど、自撮り棒持ってて5名しかできないですけど、10名限定なんですけれども、そういったですね、私の旅の経験とかを、シェアさせていただきたいんですが、題して、ゼロから始める愛犬を守る、生き抜く防災術ということで、そういったイベント、題してそういうイベントになっておりまして、当日は、朝10時からを予定してます。で、10時から何をするかっていうと、ドッグスリング、防災術なので、じゃあこのドッグスリングが愛犬と逃げるときにどういうふうに役に立つのかだったりとか、で、私が実際に、福島県の、東日本大震災ですね。東日本大震災や、熊本地震とか、あとは神戸の阪神大震災で被災された方に、インタビューとかもしまして、で、そこで被災された方がどうやってドッグスリングを使ったかとか、じゃあ、その被災した時にどういうことが起こってくるのか、何を準備すればいいのか、などなど、そういう体験もシェアさせていただき、で、お昼にはですね、おはうを皆さんに食べていただきたいと思います。で、おはうって何ぞやなんですけれども、今私北海道にいるので、アイヌについてすごい勉強してまして、で、実は何を、食べるだけじゃないんですね。ただ単におはうを紹介したいだけじゃなくて、いや、おはう、もどきなんですけれども、私流にアレンジしてるので、実は私、ムーちゃんのご飯は手作り食でして、で、ムーちゃんにあえてご飯を作ってないんですね。ムーちゃんと私共通のものを作って、私が味があって、で、彼は味がないっていう風にしてるので、じゃあ一体どんな食材を使ってどんなものを作ってるのか、で、調理時間は、調理法は、で、実際にこう揚げる時にどういう風にこうシェアしてるの、うちの愛犬とシェアしてるのとか、で、そもそもどういう野菜を購入してるのとかっていうこともこう紹介しながら、これってすごい防災につながると思っていて、て、その防災グッズって揃えましょう揃えましょうっていう話はあって、私も揃えたんですけれども、実際にじゃあ1万円2万円3万円パッケージみたいなあると思うんですけれども、じゃあそれって実際に蓋開けてみると、買った安心感はあるが、でもこう使い方がそもそもわからないものってありませんか？で、あと使うにはハードルが高いもの、その代表格として簡易トイレね。簡易トイレって皆さんこう日常で家の中で隠れて使うのも多分抵抗があって、っていうか私があって、で、簡易トイレは買ってみたものの、
使い方もわからんし、ちょっと抵抗あるし、みたいなとこがあって、で、さらに、じゃあ、被災した時に、いろんな方がね、周りにいて、で、パニック状態になってて、じゃあ自分のプライバシーも確保するかわからないっていうところで、簡易トイレってどうやって使うの？みたいな話もあると思うんですね。なので、その時に、じゃあ、どういうものを、ちょっと私、どういうものを使ったらいいかっていうのもご紹介したいと思います。で、私が旅を通して、今、スーパーハイパー断捨離をしてまして、今、靴下一足、で、T シャツも一枚しか持ってません。で、一応このスカートはね、一枚買ったんですけれども、そういった形で私、無印の、例えば衣装ケース、一つ分しかないんですね。なので、その中で、じゃあ本当に必要なもの、なんでそれを買ったのかっていうことも、今、自分とこう向き合ってまして、じゃあそれを、その日常性、一番いいのは日常生活の延長線上で防災としても使えるっていうのが、やっぱり焦らない。うん。その被災して、すごい皆さんがこう、混乱してて、で、一発こう地震があって、その後も余震があって、ずっと不安な中、じゃあ、自分が使ってないもの、使い慣れてないものを使うって結構精神的にダメージくるので、じゃあ、それだったら日常的に使ってるものが、何も買えなくても、避難所で使えるとか、って言った方が、やっぱりね、このストレスっていうのが、ちょっとでもなくなる。それでいて、やっぱり愛犬のことも守らないといけないので、なので、オハウに関しては、アイヌの方々からヒントを得て、私、原点回帰ということで、自分たちのご飯も考えて作っております。なので、こんなご飯作ってますよっていうものも体験してもらって、であとは、日々ですね、ドッグスリング、どうやってこれ使ったらいいのとか、そもそもこう、今回はエルバのドッグスリング、使ってたことがない方も、募集してますので、ぜひお友達も連れてきてください。今、現時点でですね、今、8月28日時点で、参加人数0人ですので、ぜひぜひ、本州にいる方もですね、札幌にお友達がいるよとかであれば、ドッグスリング持ってなくても大丈夫ですので、当日は体験会として、愛犬、連れてきていただいて、ドッグスリングも体験していただけますので、どうぞ皆さん助けてください。お願いします。0人だと今後イベント続けられないのでお願いします。で、当日はもし10名揃えば、メディアのね、新聞とかテレビの方も来られる可能性もありますので、お顔映ったら嫌な方は、ちょっと横の方にいていただくとかっていう配慮も大丈夫ですので、心配なく、ぜひぜひ愛犬とご参加ください。で、詳細はですね、この下に、たくさん書いてあると思いますので、ぜひぜひ、10名限定で、2300円税込みでが参加費となっております。エルバのドッグスリング使ってない方も、使ってる方も、ぜひぜひ、ご参加ください。もう私一人で、マンツーマンでマンツーマンっていうか、皆さん、他の参加者さんもいらっしゃるので、あれですけれども、もう私がすべて、私、エルバの代表ですので、すべて、直接お答えしますので、ぜひご参加ください。では、以上、北海道からでした。皆さんのご参加お待ちしてます。うちのムーちゃんも来ますので、遊んでやってください。では、バイバイ。下に概要欄あるので、見てくださいね。ぜひ応募してください。お願いします。